歩き人チャンネルの視聴者の皆さん、こんにちは。今日は東京都中野区の哲学堂公園にやってきました。屋外で読書感想動画を初めてやっていきたいと思います。で、今日紹介するのは、これですね、花園メリーゴーランドという漫画です。柏木春子さんの作品ですね。で、これはですね、1巻から5巻まであるわけなんですけれども、この漫画の特徴としてはやはりですね、非常にエロいということですね。いわゆるエロ漫画というのがありますけれども、そのエロさを、強調するため の, そのエロを目的にしている作品ではないにもかかわらずですね、非常にこう濃厚な、エロさが表現されている作品ということで、紹介したいと思います。でですね、これどういう話かというと、雪深い田舎町に、少年が迷い込むんですね。都会に住んでいる少年が、ひょんなことから、田舎町に迷い込むんですよ。で、その田舎町というのは非常にこう閉鎖的な、村の掟というのがありまして、もうまあその普通の、普通というかその東京や大阪みたいな大都市とは全く違う常識で、回っているような、そういう閉鎖的な村なんですね。で、そこは、非常にですね、性に対して奔放といいますか、まあ、低層観念というものがもう都市部とは違うわけですね。で、その、その村の中に、非常にエロい、女性がたくさん出てきまして、まあ、その少年たち、その東京から来たその少年はそこに巻き込まれるわけですね。で、巻き込まれてですね、次々とそのあんなことやこんなことをね経験していくと、まあ、そういう話なんですけれども、この、ね、作品のエロさというのは決してね、それが非現実的な話とも言えないところなんですね。つまりその日本でも、東京とかだとね、なんかあたかも日本全国が同じ法律、そして同じ常識によって同じ価値観を共有して回っているような気がするけれども、でも実は田舎町、特に東北とかに行くと、いわゆるその村の掟というかね、その地域ならではのローカルな、風習とか、飲酒みたいなものがまだ幅を利かせていて、そういうもの、そういう法律とは違うような部分のなんかルールで回ってるような、挿入さ闇深いところというものが未だにありそうな気がする。で、それは昔は特にそうだったと思うんですね。で、実際その昔は、もっと今よりも性に対して奔放で、一夫一夫制というかね、だから例えばその結婚したら、配偶者以外とセックスしたらそれはもう不倫じゃないですか、やっちゃいけないと。ですがこの村の掟的にはですね、ここにね、その少年が、宿泊する旅館の、お母さんが出てくるんですけど、そのお母さん曰くですね、自分は結婚してるけれども、その少年とセックスしてしまうことは別に不倫でも何でもないと、浮気ですらないと。なぜならばその少年はまだね、性という意味ではまだ未熟者だから、その未熟な、男の子とやっちゃうことは別にそんなの不倫のうちに入らねえんだみたいなことを言ってですね、もう非常に気楽にこうあっちかあっちこっちとね、スポスポスポはめまくっちゃうというかですね、そういうことが起こるわけですね。で、そういうその、性に対して奔放な、文化というのは、かつての日本では田舎町であったらしいんですよ。だそういうところがあるからこそ、非常にこうもしかしたらこういうことが昔あったかもなということがですね、非常にリアリティあって、リアリ現実的なものとして伝わってくるからこそ、非常にこう、エロさがですね、非常に濃厚にこう、生々しいわけですよね。それでですね、この本の表紙に書かれているこの女の子なんですけど、これはですね、少年が泊まる旅館の娘なんですね。で、スミコっていうんですけども、このスミコというのはその田舎町の村の掟に従ってですね、生きてるわけなので、その村の風習というものを受け継いでるわけですね。しかしですね、若者ですから、新しいものとかには興味があると。で、その都会からやってきた少年
少年との出会いというものですね、その村の中の自分、その村というコミュニティの中にいる自分というものと、その自分らしい自分、その独立した自分というものをなんか呼び覚ますというんですかね、その都会から来た少年を通じて、自分は確かにこの村の中の村というその小さなコミュニティの中の、自分だと思ってたけれども、ただその一方でやっぱり独立した自分ってものもあるんじゃないかということを呼び覚ますみたいなことがあってですね、そういうこのスミコっていうね、この女の子と少年とのですね交流というものもですね、なかなかその、生々しく描かれるというところがありまして、その辺のこう、まあそのセックスって意味での性っていうのと自分の人生を生きる性っていうんですかね、それがこう、噛み合ってですね、よりなんかその生き生きとした、話になっているわけなんですね。でその上でこうもう次から次へとね、まあ、この人もそうですし、このね、こういう女性が出てきたりとか、まあ、いろいろなね、エロい女性がたくさん出てくるので、そういうのエロ漫画的な感じで読んでも面白いなという感じですね。でちなみにですね、この花園メリーゴーランドとかね、全部で5巻なんですけども、5巻で完結なんですけども、これ実はですね、どうやって手に入れたかっていうと、とある日にですね、散歩をしてたらなんかね、道に落ちたんですよね。まあ、ゴミ置き場だったのかな、まあ、とにかく本屋で買ってきたわけじゃなくて、なんかね、落ちてたんですよ。落ちてて、でなんか漫画が落ちてるなと思って、ちょっと手に取ってですね、こう開いてみたら、何これ、なんかすごい興味深いなと思いまして、まあ、それでこう拾ってきたんですね。でそれでもうまあ、気に入ってしまったわけなんですけども、これどうなんですかね、今絶版になってるんですかね、ちょっとわかんないですけども、あんまりブックオフとか行っても見かけないですよね。でも非常におすすめですね。このエロさを楽しむって意味でもおすすめだし、まあその小さなコミュニティとその独立した自分っていうものの葛藤とか、まあ、そういうものも描かれているというところで、今日はこの花園メリーゴーランドという本を紹介いたしました。他にもね、紹介した本たくさんあるので、まあ、この哲学堂公園でね、ちょっと屋外読書感想動画ということで、いろいろ紹介していきたいなと思います。ご視聴ありがとうございます。